あ、ご自身で、はい、作業は自分でやる。藤野さんこれサビ全然ないですよね。サビないし、なんかさ、デフの蓋とかもすごいなんか吹かれてない。遊戯配信ルーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、山添です。はい、 D1 ドライバーの藤野です。はい、というわけで続いての愛車紹介なんですが、桃見内さんに来ていただきました。よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、こちらのお車は、はい、スバルのインプレッサですね。そうです、はい、これ藤野さん、なんかすごく綺麗じゃないですか。そう、めちゃくちゃ綺麗だなと思って、なんかおしゃれにね、ホイールだけ履いて、うん、パッと見のちょっとノーマルチックな、うん、もう何しろ綺麗にしてますみたいな車だね。うん、この車のこういじるコンセプトみたいなのっていうのは、はい、もう純正の見た目がもともと好きでこの車を購入したっていうのがあるので、もう見た目は本当綺麗に維持しつつ、乗り心地とか乗り味をすごく、うん、すごく好きで、そういう見えないところにいろいろいじってる車になります。はい、見えないところにいっぱいついてるみたいですよ。見えないおしゃれをしてる。見えないおしゃれ。見えないおしゃれっていうことは、俺たち見えない、見れないのかな。見れないんですかね、僕たちもしかして。若干見えますか。見えるところは、はい。ちょっと濡れながら見るしかない。はい。そうですね。でもやっぱりこれ一番、まあ、気になるのは、このホイール。はい。はい。TBS。TBS。TBS。もうこれも高いよね、でもね。そうですね。一番多分高かったかもしれない、この車のパーツの中で。でもやっぱおしゃれだね。一目惚れで。これを入れたくて買いました。ちなみにその乗り心地とかっていうのは、はい、そのやっぱりそのショップさんだったりとかいろいろ調べて足回りをチョイスしたりとか、とかあとは実際に街乗りとか、あと峠を少し走るっていう意味で自分で乗ってみてパーツいろいろつけながら、あ、もうちょっとこうした方がいいかなとか、あともう自分仕様にいじってる感じですね。あ、それは逆につけたものに対して、あれやばいこれ失敗したっていう、外すこともあります。外した時はまた外して、そうですね、また新たに、はい、つけて乗り味確かめながら、ちょっと硬くなったかなとか、ちょっと違うかなっていう時はいろいろ。できる女の子だね。これはこだわりがだいぶ強そうですね。これは車庫帳が入ってる感じですかね。入ってます。それも最近自分でつけました。あ、ご自身で、はい、作業も自分でやるんだ。あ、ある程度車のメンテナンスとかも自分で、うん、すごいこの車に愛があるんだね。愛しか今のところ感じるところがないですよね。もう大好きなんで、はい、何よりのチューニングは愛なんじゃないかと思っちゃいますよね。はい、これだ、藤野さん見てください、これだってキャリパーだって全然色あせもないじゃないですか、これ、ね、はい、キャリパーもこう、もしかしてホイールとか外して磨いてるわけじゃないですよ。もう外して磨くこともあれ毎回ではないですけど、汚れが溜まってきたなと思ったら。すごくない、そんなのできる。いや、僕できないです絶対。いや、俺もたまに気が向いたら、はい、ね、やるけど、まあ、基本できないよね。こういうところが、ね、もう女性ならではの、ね、なんていうんですか、こう綺麗にするポイントみたいな感じですかね。そうですね、はい、だいたいこういうところにさ、ちょっとやっぱつくじゃん、ダストが、うん、もうついてないもんね。本当ここに来るときに少しついてしまったダストみたいな、うん、今日雨降ってますからね。はい、雨なんで汚れちゃったんですけど、ちょっとね、めちゃくちゃ綺麗だ。ありがとうございます。まあ、あとはマフラーが変わってて、 あ、 そうです、ね、あとそう気になるのはここだけバルブ変わってる感じしますよね。これ、あ、この変わってますかね。はい、一つだけちょっと切れちゃって左右と合わないところあるんですけど、バルブは見やすいようにバッコーのものがバックランプはついてます。はいはい、見えないおしゃれ好きさんみたいな。そうですね。これマフラーは普通の、はい、そうですね、柿本の、あ、柿本、はい、が入ってます。これも納車してすぐに交換しました。これもご自身で。
わすごいですね。何でも自分でできちゃうんですね。ほとんど多分ついてるパーツは自分でつけてます。おお。ちなみに職業は車屋さんではないんですよね。全く違います。でも昔からお車がお好きなんですか？そうですね、車が好きで、はいはい、作業とかも検索しながらとか、うん、なかなかね今時男の子でもやらないのにね、はい、僕オイル交換ですら自分でやらないですからね、はい、頼んだ方が早いみたいな頼んだ方が早いみたいなこれ下回りもちょっと下回り見えますね、うん、こっちから見るとあれかな。藤野さんこれサビ全然ないですよね。ないし、なんかそうデフの蓋とかもすごいなんか吹かれてない？なんかピカピカしてる。なんかすごい綺麗ですよね。下回りまでは吹かないけどちょっと洗浄っていう感じで水で流したりとかはしてますね。いいよね、はい、綺麗好きな女性はいいよね、はい、まあ、綺麗好きな女性は一番美しいですね、やっぱりね。いや外装もすごい、塗装が何よりもやっぱり綺麗なのと、これ内装もすごく綺麗です。全然焼けてないですもんね。これ運転席が回ってもいいですか？どうぞ。僕またステアリングが渋いなって思ったんですよ、これ結構みんなになんかえおじさんが選ぶやつだよそれって言われて懐かしい。かっこよくないですか？これ個人的な話だけど僕パーソナルのステアリングすごい好きなんですよ。いやもうね、うん、自分が免許取った時にこの形あった。あそうなんですか。この形が綺麗だね、車の中もね。なんかシックにまとまってますよね。なんかですね、あまりこうガチャガチャ置いちゃうと走った時に揺れたり視界に入るのがあまり好きじゃないので。まあ、でも内装だけ見たらさ女の子っぽくない藤野さんそれは言わないお約束じゃないですかやっぱり、はい。まあ、ブースト系ですかこれは。そうです、ブースト系とレーダー、レーダー、はいはいですね、メーターでついてるのは。もう本当にシンプル、うん、ね、すごい綺麗。これだけ綺麗だとなんかエンジンルームとかめちゃくちゃ綺麗そうな気がしますね。ねえ、エンジンルームも綺麗。もうぜひぜひ見てください。よいしょ、見ましょう。綺麗、見てみましょうか。よいしょ、開けましょうか。よいしょ、もうめちゃくちゃ綺麗じゃんしかもこれサイン入ってませんか？これこの間新井選手にお会いしてこれ書いていただくとちょっと馬力が上がった、うん、上がります。さすが新井さん。あそうですね、すごい綺麗じゃん、うん、年式の割にはっていう。これキャッチタンクとかもついてるってことは、はい、サーキットとかも走られたりは。いや、サーキットではないんですけど、ちょっとオイルにじんでたことがあったんで、うんうん、つけてみようかなっていう感じでちょっと、はい、まあ、ドレスアップ的な感じも含めながら。じゃこれも DIY で。そうです、すごいですね。オイルキャッチタンクを DIY でつける女性ってどうですか藤野さんこれ。いやなんか素敵だね。あとちなみにちょっと見えないんですけど、うん、プラグ交換とかも自分でやります。これだってスバルの車めちゃくちゃ大変じゃん。水平対向ですもんね。大変です、はい、いや自分でもあれだよ。いや俺やらないで、あの基本やっといてって頼むメカニックに頼む感じですね。やっといて、はい、もう一番得意です、うん、得意。はい、今度じゃあうちのスバル車は全部やってもらおう。ああもうぜひそうですね、桃見内さんに出張してもらいましょうか、ね。はい、これすごい綺麗ですね本当に。ありがとうございます、はい、やっぱりよく外装だけ綺麗でエンジンルーム開けると、ね、汚いとか、うん、自分はそれ結構嫌いで、うん、やっぱむしろ多少外装汚れてたとしてもエンジンルーム開けたらめちゃくちゃ綺麗とか、うん、そういうの大好きなのだからこれね、外装もね、エンジンルームもみんな綺麗だから、うん、もう一番最高だよね。内外装がスーパー綺麗ということで、じゃあこれは閉めちゃいましょうか。綺麗な車だったね。いやこんな綺麗な涙目の GDB を見たの僕初めてですよ。めちゃくちゃ程度いいもんね。はい、めちゃくちゃ程度いいですもんね。こ
これからもねずっと大事に乗ってもらいたい、ね、これもずっと乗ってほしいですよね、はい、これからも大切にしたいと思います。はい、というわけで桃見内さんのインプレッサの GDB をご紹介させていただきました。桃見内さんありがとうございました。では放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、OK です。はい、では